はい、ジンチャンネルのジンでございます。今日は月曜日、ちょっとだけアリーナやっていこうかと思います。ではスタート。はい、ということでアリーナでございますが、今日は月曜日、またね、1からのスタートになりますが、現在まあ3回やって、まあ3勝してますが、まあこの辺のあたりからちょっとずつ始めていこうと思います。なぜなら編成がこちらだ。シルビア、今回テラ王国防衛戦で、4体ぐらいにゲットできたので、積んでみて42まで、突破することができましたので、早速ですがレベルね42まで上げましたので、入れてみてちょっと戦ってみようと思います。シルビア、どんなスキル性能かね、ちょっとだけ見ていきましょうか。まずパッシブですが、自分の魔法力が 50% 上昇、全てのダメージに対するダメージ減が 30% 与えられると。そして自分が倒れた時に暴走ばっかりだよこれ。タカもそうだしね、4ターンの間全てのダメージを受けず、4ターン後に再び倒れますと。味方の攻撃、高烈キャラね、高烈キャラのダメージ量 70% を上昇させる。これもね結構美味しいよね、いいパッシブですね。スキル1が攻撃力または魔法力が一番高い敵2人に魔法力 400% の魔法ダメージを与えると。追加でクリティカルと貫通効果が適用され、2ターンの間対象に即死効果を与えます。これがね、即死対応、リングで対応してないキャラにはもうほとんど即死効果 100% 入るのかね、それがねちょっと気になるところですよね。はい、全ての敵にクリティカル効果を持つ魔法力 300% の魔法ダメージを与えます。追加で対象の全ての弾性バフを2ターン減少させ、3ターンの間こう味方の高烈キャラの弱点攻撃ダメージを 60% 上昇させますという。高烈キャラのね弱点攻撃ダメージね 60% アップはね美味しいね。何にしろどのスキルを使ってもシルビアが動けばかなりねいい補佐役として使っていけますね。では早速使ってみましょう。アリーナ行く前に早速ですが、このシルビアの確定即死が本当に入るかどうかをちょっと検証してみたいと思います。相手はね、私のジンサブですというね、サブ赤、こちらを使ってみます。まあこっちねめっちゃ弱いんで、まあおそらくシルビア1体だけでも対応できるかと思いますんで、こちらで即死が入るかどうかちょっとチェックしていきましょう。まあ一人でもいけると思うんだよね。サーバーがめっちゃ弱くしてるから。で、下のスキルが発動したら2ターンの間対象に即死効果を与えます。敵2人だよその代わり。ジンサブデスの方は即死対応誰もしてません。リングとかまだ全然ないんでね。見ての通りです。さあ、次ですね。次発動するかな。一体どうなるかな、ちょっと見てみたいね。どんな感じなんだろう。これでハマったら、本当に即死のリング対応してなかったらいいよね。本当だ。これ確定じゃね？確定か。めっちゃ気持ちいいね、これ。いいじゃん、いいじゃん。で、どうする？まあ、覚醒スキル放ちます。プラスアルファシルビア上のスキルで回復もあるからね。ではもう一回見てみましょうか。下のスキルが出て、即死リング持ってないキャラクターがいたら確定的に入りますね。動かないね。動けねえ。ちょっと便乗曲げてるね、さすがにね。まあこの後でしょう。この後、あ、来たね、よっ、ドン。いやー気持ちいい。気持ちいい。いいね、これ。これ気持ちいいなぁ。ぜひ対戦した相手でもね。ただ、攻撃力や魔法力が高い相手が即死リングつけてたらもう何も入れないんだよ。でもね、今カグラがまだ生きてるからね、ほぼこれ入らないと思うんだよね。クリスが残ってますね。 OK、 ナイスブロックだよクリス、ドン。あー、やっぱ死ぬね。即死入るわ。いいねこれ、気持ちいいわ。即死確定入れたいね、アリーナでね。よし、じゃあ早速今度はアリーナで試していきましょう。ですね、編成としては僕はキリエル、そしてシルビア、カグラ、まあやっとブブ使えますよ。ブブを42使います。そしてタカですね。タカ50まで持ってきたんで、こちらぜひとも使いたい。まあタカをね、弱点装備ちょっとつけさせてもらってるんで、火力がかなり出てくれると嬉しいね。よし、行ってみましょう。よし、ウイジンや、ウイジン。いやでもはっきり言って、今の状況下でシルビアの下が出たところで確定即死がハマるような相手とはね、当たらないと思うね。
みんな即死だけはね、最低限リングつけてると思うんだよね。さあ、どんな感じでいくかな。体力減ってきたら多分シルビアの上を発動してもらえるような感じになってくると思う。それまでは徐々に戦っていけるはず。うん、行きましょう、ブーさん。いいね、いい動きだよ。まだ一人も倒してない。あ、陣形変わったね。陣形というか配置乱れてるね。クリスが後ろに行ってますね。そしていいね、またタカが動いた。タカ暴走、これで食い止められるはず。タカの暴走状態なんですけど、6ターンまで増やしました。これはたまらないね、スキル強化で超魅力。おっと、シルビア倒れたか。これで弱点攻撃ダメージが高烈アップしているはず。いいね。よし、みんな結構覚醒スキル使えるような状況にはなってんだけど。ダダンダダン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 ダ。おお、いいね。で、まあブブかタカで締めてもらいたいね。結局シルビア一回もスキル使わないまんま、なんかタカとブブだけでスキル回してくれてる。でもこれが一番いい、理想なんだよね。理想、理想の動き、これはでも嬉しいよ。いいね、いいね。あとはこのタカの覚醒スキル使ったら、これ何ターンか減るもんね。3ターンか。今何ターンかな。あ、関係ねえや、覚醒関係ねえや。いやー、先やられたー。あ、でもまだ倒れてなかったね。暴走今からか。シルビア活躍の場なかった。シルビアやられちゃったね。ちょっとやっぱ暴走状態まで持っていかれちゃうとね、シルビアきついかもしんないね、この現状。あれ、ブブに即死入ったね。俺即死リングつけてないのか。ちょっと怖いねこれ。もしかしたら不具合で装備してない状況下になっている可能性は非常に高いな。即死を今外していることはないんだけどな。ちょっとおかしいね。よし、これでおしまいか。 OK、 勝った。うん、まあ勝ったけど、ちょっとシルビアの力は借りたのかどうかちょっと判断できなかったね。はい、2戦目やっちゃんさんでございます。よろしくお願いいたします。さあ、ぐらい、うん、今回こそね、ちょっとシルビア1回ぐらいね、スキル見たいね、使うところね。展開的にさっきの扱える前にやられちゃったから頼むよ。うん、キレルが先に動きました。相手はカリュラ、クリス、キリエル、ブブのタカですね。いや、もう暴走か。脆いね、ちょっと脆いな。一応装備的にはね、聖女も積んでますね。聖女5の魔法2ですね。うん、そっか、ダメージ受けて1回だったね、もうタカのスキルで。これは脆いな、こんな脆いと思わなかったわ。頼む。あれ、俺でもこの聖女の装備もしかしたら弱いやつつけてんのかな。あんな弱いとちょっと対応できない。でもまあ暴走状態、こっからでも反撃は十分できるからね。その代わり4ターン鷹の弾性バフ、バフ減食らっちゃうときついね。いやー、これきついね。遅延来ちゃったよ、これがきついわ。タコなりにグリーされちゃうんだよ。ブブグー、やれたやれたやれた。ブブが消えた。よいしょ、いけい。おお、まだでもあれだよ、確実に負けるわけじゃない、まだチャンスあるね。あー、これでシルビア消えるか。あー、まだ生きてんね、まだ生きてるけど、お前一人残ってんじゃん。ああ、よかったよかった、みんな生き返ってきた。なんだろうな、カウンターデッキなんですかね。まあ光セット装備のバフ減で多分消えたな今の。ああ、ちょっとこれ厳しい戦いになるな。よいしょ、あとは多分泥試合が続くと思いますんで、早送りになると思います。はい、ということで、まあなんとか勝てましたけどね、久々の泥試合でございました。次行ってみましょう。はい、では3戦目参りましょうか。名前がいい、課金はしません。いい名前だねこれ。
メンバー見ていきましょうか。キリエル、クリス、そしてちょっと見えなかったね、ごめんなさいね。誰だろうな。カグラ、タカの後ろのブブですね。はい、ブブとタカの2バック同じですね。自分がシルビア使って相手がクリスを使っているような感じのパーティーですね。やっぱね、シルビアね、もろすぎるわ。いくらなんでももろすぎる。もうアタッカーの攻撃にハマってしまうとほぼ一発で暴走状態まで持ってかれちゃう。レベル42だと。だもっとね、積んでいかないと耐久力がね、あまりにもなさすぎるような気がする。ルーンもね、一応7まで振ってますしね、正常防具もしっかりさもつけて一応この動画も撮ってます。いやー、もう毎回初手の全体攻撃食らっちゃったり、シルビアに当たるような判定のスキル使われるともう一撃で大体倒れてますね。いやー、もうダメだね。おーおお、なんかめっちゃ強いじゃん。あっという間に。あと暴走キャラだけだ。あとカグラもいたね。この3人よく残るんだよね。今もうね、ひたすら反撃したいところだよね。反撃かバフターン減少したいね。ういシルビア動け。でももうこの状態になったら動く必要性がないんだよね。ヒットポイントが減ってきたら体力回復するがためにちょっと上の方ね打ってほしいね。ヒットポイント回復しいの。ただもう今は必要ないって言ったら必要ないだろうね。やっぱり倒れた。やっぱ脆いわ、脆い。もうちょっとね、レベル上げなきゃダメだなこれ。全然一発でやられちゃうわ。はい、ラストの試合はバンレイさんとやってみたいと思います。よろしくお願いいたします。ね、まず注目だ、まず相手の出すスキル、一発目のスキルで生き残れるかどうかっていうのをちょっと注目してみてください。まあ今は先手取ったんでブブが動きましたけど、この次イングリッドとか来るかな、カグラがどうかな。あ、うちかカグラ今おかしいな。次がガチの刃行きましょう。まだなんとか生きてるけど、逆襲、これでシルビア生きてるか。うわー、なんとか当たってないね。運がいい運がいい、当たってない。あー、来た来た来たよこれ。あ、なんとか生きてんな、まだ頑張ってる頑張ってる。今回はさっきまでひどすぎたね。おかしいぐらい弱かった。まあこのバフがすぐに切れちゃうと、これもうやばいね。あ、まだ大丈夫か、まだ大丈夫か。OK、 頑張れ頑張れ。これで免疫離れちゃったね、免疫離れたね。この次に当てられるのがどんだけダメージ入るか、多分一発なんだよな。わりかしかなり長い時間生きてるね今回に限っては。さあどうだ。ってことはちょっとシルビア守ってあげるような編成のところでポジショニング入れてあげた方がいいのかな。別に前列に置く必要ないか。昔カリンを編成した時代はやっぱ一番後ろに入れてた方が良かったもんね。うおー強い、いいね。襲う、もしかしたら5人生き残りできるか。あー、タカの攻撃なんとか防いだね。ブルがまあちょっと倒れたけど、シルビアさん生き残ってる。オッケー、レグルス。キリエル置いたのも初めてじゃねえのかな。全然動かないもんな、キリエル。いやー、出血してるな、これ。キリエル落ちましたね。あー、シルビアをさ。でも、こっから暴走だよ、まだ。こっから暴走。動かないね、シルビアもまた。君もかなり動かないね。だいたい、タカ、ブブ、カグラの3人ばかりが動いてる。全然スキルが回ってこないね。一回ぐらい打ってみたら、ほらね、タカでしょ。どういうこのシステムになってんだろうね、これ。おい、無事勝ちました。ということで、まあシルビア入れてみてね。まあちょっと最後にまとめていきましょうか。はい、ではまとめていきましょうか。シルビア、ちょっとね、前列に入れちゃったのがね、悪かった。っていうのもあったのかな。なんかね、すごいね、脆さを感じたね。まあ一応5回回したんですが、動画的にはね、
4回ぐらいもう負けてすぐに死んでしまい暴走状態から始まるようなスタートが多かったかと思います。だからもっと突数を積みたいね。頑張って。まだトパーズでね、今回2立のキャラ2体、ベリカとシルビアを変えることになってますが、まだ1体ね、変えてないんで、44にはなれるんですが、こちら、ちょっとスキルとかね、見たいね。スキル強化見たかった、スキル強化。攻撃力も頭、魔法力が一番高い間に、まあ、火力アップか。450になるっていうのと、弾性パフォー3ターンか。そこまで魅力っつったらちょっと微妙なところですね、これね。専用武器も、ちょっと見たいね。専用武器いいね。この解放効果の自分に全てのダメージに対する免疫特殊免疫を5回付与。これは欲しいね。だこれ、でも無理だな。レベル50までいかないとこれ手に入らないってことはちょっとかなり難易度が高い。まあ現状それがで解放できるっていうことはまず無理に近いんで、まあ今後だね。今後それ使ってみて、この輝く悪霊極みをねちょっとね取りたいところでございます。まあそれ取ってからアリーナにどんどん活用していくっていう手もありなのかなと思います。あとあまり回復に期待できない。まあ多少ダメージ受けたらカリンの場合などすぐにね回復スキルを使ってくれていたんですが、まあこのシルビアに関しては全然動かないね。だそこはねちょっと、支援キャラのカリンとは違うっていうところを頭の片隅にね置いといた方がいいと思います。覚醒シルビア、2列の方ですが、まあレベル50までいってこの解放効果を手に入れたらもっとアリーナで使っていくのはいいんじゃないかと思います。とにかく脆さをすごい感じた。脆さを感じた。なんかレベル的にはキリエル並みの脆さを持っていますね。あとはキャラとして手に入らないっていうのが、まあレベル50まで活かせるのが難しい。これに関してはしょうがない。だからどちらかといったらカリンの代わりとして使うのはやっぱボス戦なり工場戦なりそっちの PV 要素で使わっていくの方が全然ありかと思いますが、まあアリーナで使っていくのもちょっとねありかと思います。今ね支援キャラがね殺されちゃうんでね。はい、ということで、まあ冒頭やったね即死攻撃が必ず入るっていう動画はね結構面白かったのでね、気持ちよさ体感するためにもねちょっと一回シルビアで試してみてくださいということで、本日はここまでにしたいと思います。もしよかったらグッチャンネル登録していってください。では皆さんバイバイ、ありがとうございました。